こんにちは、Pです。ハリーポッター魔法の覚醒。今回の動画は、新カード入手できました。首なし狩りクラブです。はい。まずね、詳細を見てください。これね、結構使いやすいです。ただね、レベル9だからちょっとダメージ低いんですけど、はい。首なし狩りクラブは前へダッシュし、ルート上にいるすべての敵ユニットにダメージを与えて、マークを付与します。このマークっていうのはね、青い輪郭みたいな線ができるのかな？はい。なります。で、その後、追加でダメージが入るんですけど、はい。で、このカードは、デッキに入ってる状態の時に召喚カードを使うと、1個ね、マークがついて、最大3段階。マークがついて、ダッシュダメージと爆発ダメージが追加されます。威力が上がるということですよね。はい。すごくね、使いやすいです。で、この今の動画にあるように、ね、今、拘束してから使うと、より、範囲のね、敵にダメージ与えられるということだと思います。で、結構ね、共鳴とも、ルーナとも、ベラトリックスとも合うと思うんですね。ベラトリックスの場合は基本的に召喚カードかなり使いますから、はい。マークがつきやすいです。3段階アップしやすいです。で、今回はルーナで使います。で、ルーナは私、このデッキは赤ちゃんだけが召喚です。それ以外が呪文なんですね。ただ、ワイルドボーがね、絶えずいるから、ワイルドボーが召喚扱いなんですね。で、そこのワイルドボーのところに召喚カードがステップアップしているから、とりあえずね、召喚カードが1枚はいる状態なんです。だから結構ね、相性がいいです。はい、これでね、ちょっと試してみたいと思います。はい。前回の動画の雪山のところで赤い鍵をね、3個もらって星なのね、はい、その時にチータルね、当たったんです。嬉しかった。あ、強敵です。来ましたね。今1個ついてますね。で、これ例えばピクシー使うと2個上がりましたね。で、ワイルドも今使うと3段階上がります。はい、こんな感じですね。すぐね、上げられるから楽です。今3段階のマックス状態からの、はい、これで2人当たるかな。あ、当たりましたね。はい、マークされました。2人で追加ダメージいきます。はい、いきました。あの、レベル9だからすごくね、まだ威力は低いです。でもね、十分いいですよね。楽しいです。で、ここの部分が召喚が来るから、うん、ワイルドボーも含めてね、すごく召喚はバウンド取りやすいっていうのかな。あ、3段階ね。はい、赤ちゃん使って、まだ来てないですね。時間の無駄ね。分かった。ただのテストに過ぎないわ。オブスキュラー。さっさと済ませて。メテオロジーク。あ、ごめん。ちょっと聞いて。気づくね、遅くなっちゃって、ごめんなさい。今ね、1段階ですね。これ、2段階ですね。今ね、ワイルドボールで3段階。はい、これで、打ちますね。この辺、どこだ、どこだ。はい。はい。あ、ああ。今、うまくあれですね。バリアの中に入ってたね。上手だね。
七転び八起きと言いますからね。くじけずに頑張ってください。あれ、はあ、一人よ。もう一回ぐらい使えないかな。使えないかもしれない。使えるかな。痛い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 。危ない危ない危ない。あ、もう一回いけそうかな。ねえ、またまた、ごめん遅くなっちゃった。大丈夫し、ポンってするほどでもないから。はい、今来てますね。今2段階上げました。で、ワイルドボーで3段階。うまく、うわ、微妙ですね。あ、ちょっとずれちゃったかな。一人は当たりましたね。はい、追加ダメージ。100ダウンが少ないね。はい、ちょっとまだ軽くはいってるけど。はい、ね、無事ね、強敵勝てました。はい、MVP も取れましたね。ありがとうございます。ちょっとね、蘇生が遅れちゃったけど、内緒です。はい、やっぱりね、この、うん、新しいカードいいですよね。うん、もうほんとね、この中に、この赤ちゃんだけです。それ以外はみんな召喚、呪文カードだから、ね、ちょっとルーナ使いづらいのかなと思ったんだけど、ね、ワイルドボーを含めて召喚カード必ず1個あるから、ね、バージョンが上げられるからね、すごく逆に使いやすい気がします。はい、ぜひね、ルーナでも試してみてください。はい、首出し、リクラブでした。はい、じゃあまたです。ぜひね、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあまたです。バイバーイ。